ブラックジャックはトランプを使用するゲームの一種。カジノで行われるカードゲームではポーカーやバカラと並ぶ人気ゲームである。カードの合計点数が21点を超えないように、プレイヤーがディーラーより高い点数を得ることを目指す。バカラやオイチョカブトに似たスタイルのゲームである。ポントゥーンや21という別名もある。イギリスにはクレイジーエイトの系統で、 ブラックジャックというゲームがあるが、ルールは全く別である。上の写真がゲーム開始直後、下の写真がゲーム終了後の様子。プレイヤーはディーラーとの間で1対1の勝負を行う。つまり、プレイヤーが複数いる場合には、ディーラーは複数のプレイヤーと同時に勝負をすることになる。各プレイヤーの目標は21を超えないように手持ちの カードの点数の合計を21に近づけ、その点数がディーラーを上回ることである。手の中のカードの点数は、カード2から10ではその数字通りの値であり、また、絵札である、K、Q、J は10と数える。A は、1と11のどちらか、都合の良い型で数えることができる。各プレイヤーが、初めの掛けを終えると、ディーラーはカードを自分自身を含めた参加者全員に2枚ずつ、 配る。ディーラーの2枚のカードのうちの1枚は表向きにされ、皆が見ることができる。もう1枚のカードは伏せられている。伏せられたカードをホールカードと呼ぶ。プレイヤーの行動がすべて終わった時点で初めて、ディーラーの2枚目のカードが表向きにされる。プレイヤーのカードはカジノによって、表向きの場合と裏向きの場合があるが、現在主流になっている6デッキ以上を利用するルールにおいては、 フェースアップで配られることが通例である。この時点で、プレイヤーが21であれば、ナチュラル21または、ナチュラルブラックジャックと呼ばれ、ディーラーが21でなかった場合には、ベッドの2.5倍の払い出しを受ける。プレイヤーとディーラー、双方がナチュラル21の場合には、引き分けとなる。プレイヤーがナチュラル21にならず、ディーラーがナチュラル21の場合には、自動的に、 プレイヤーの負けとなる。次のステップでは、プレイヤーはヒット、または、スタンドの選択を行う。ルールによっては、ヒットとスタンド以外にも、追加のルールを採用しているところもある。ヒットカードをもう一枚引く。動作、テーブルを叩く、あるいは自分に向かって、手招きをする。スタンドカードを引かずにその時点の点数で勝負する。動作、手のひらを下に向け水平に振る。 プレイヤーは21を超えなければ何回でもヒットすることができる。21を超えてしまうことをバストと呼び、直ちにプレイヤーの負けとなる。プレイヤーが全員スタンドするとディーラーは自分のホールカードを開く。ディーラーは自分の手が17以上になるまでカードを引かなければならず、17以上になったら、その後は追加のカードを引くことはできない。ディーラーが21を超えた場合には、 スタンドしたプレイヤーは全員勝利である。プレイヤーとディーラーが同じ点数の場合には引き分けとなる。A と6の組み合わせの場合、ディーラーがヒットするかスタンドするかはカジノによって異なっている。一見すると選択肢の多いプレイヤー側に有利かのように見えるゲームだがバスとした時点で負けであることから先にカードを引くプレイヤー側には不利な点も多い。 カジノによってはヒットとスタンド以外の選択肢が用意されている場合がある。いずれの特別ルールもプレイヤーを助けるものであるため、これらを採用する代わりに、プレイヤーがブラックジャックで勝利した場合の配当を2.2倍に引き下げている場合や、最低かけ単位が高額の台のみこれらのルールを採用するカジノもある。スプリット配られた2枚のカードが同じ数字の場合、 はじめのベッドと同額のコインを追加することで、それを二つに分けてプレイすることができる。つまり二回勝負できることになる。十と数えられるカードはすべて、ペアとみなすことができるカジノもある。また、ほとんどのカジノでは、A のペアのスプリットでは、スプリットした後は、それぞれ一枚しか引くことができない。スプリット後にさらに同じ数字が配られた場合に、重ねて、スプリットが可能なルールもある。 動作、はじめのベッドの横に同額を、ベッティングボックスの外に置き、2本の指を V 字にげる。ダブルダウンプレイヤーは、最初の2枚のカードを見てからベッドを2倍にして、もう1枚だけカードを引くことができる。さらに追加して引くことはできない。多くのカジノでは、最初の数がいくつでもダブルダウンすることができるが、カジノによっては、カードの合計が11、10の場合にのみ、 ダブルダウンできるルールを採用しているところもある。また、スプリット後のダブルダウンが可能かどうかも、カジノごとにサインがある。なお、ディーラーがナチュラル21となっているかの確認を、プレイヤーのアクションの後に行うカジノにおいては、結果的にディーラーがナチュラル21であった場合に、スプリットやダブルダウンによってかけ、ましたベッド分をプレイヤーの負けとするか、 無勝負として元返しとするかについてはカジノごとに細かなルールの相違がある。動作、初めのベッドの隣に同額を置き、人差し指で指さす。サレンダープレイヤーの手が悪く、勝ち目がないと判断した場合に、掛け金の半額を放棄して、プレーを降りること。ディーラーが、ナチュラル21をチェックする前に、サレンダーが可能なルールと、ナチュラル21ではない場合のみ可能なルールに、対別される。 サレンダーは採用していないカジノも多く、特に、アーリー・サレンダーを採用するルールは稀である。インシュランス、インシュアランスディーラーの表向きのカードが A の時には、最初のベッドの半額を追加することにより、保険をかけることができる。ディーラーが、ナチュラル21であった場合には、保険としてかけた額の2倍の保険金が払い戻され、そうでない場合は、保険のかけ金は没収される。 例えば、プレイヤーが最初に10ドルをかけており、プレイヤーのカードは8と10、ディーラーの表向きのカードが A であったとする。ここで、プレイヤーがインシュランスを選択した場合、5ドルを保険の掛け金として追加する。逆にインシュランスを選択しない場合には追加の掛け金は発生しない。すべてのプレイヤーのインシュランスの意思を確認した後、ディーラーはプレイヤーには見えないようにして、 ディーラーの裏向きのカードの数字を調べる。ディーラーの裏向きのカードが例えば10の場合には、ナチュラル21となる。この時、裏向きだったカードは表向きにされ、プレイヤーの最初の掛け金である10ドルは没収されるが、インシュランスの保険金として10ドルが払い戻され、保険の掛け金5ドルもプレイヤーに戻る。この場合、プレイヤーの損得はプラスマイナス0である。一方、 ディーラーの裏向きのカードが例えば3であり、ナチュラル21ではなかった場合には、保険の掛け金である5ドルは没収され、ディーラーの裏向きのカードは裏返されたままの状態で、引き続き通常通りのプレイが行われる。このインシュランスはプレイヤーにとって、確率的には不利なオプションだが、多くのカジノでこのオプションは提示される。プレイヤーがナチュラル21の場合は、 プレイヤーがインシュランスを宣言すると同時に最初のベッドと同額が配当される。これはインシュランスが成功しても失敗してもトータルの配当は変わらないためである。ディーラーの表向きのカードが10、J、Q、K のいずれかであればディーラーがナチュラル21である可能性はあるがこの場合にはインシュランスはできない。以下の項目は実際にブラックジャックを行う上での簡単な指針である。 これらの事項を守ることでカジノの控除率を2%以下にすることができる。ただし、この目安は常にシャッフルされた直後の新しいデッキを使用していることを前提に設定されており、さらに高度な戦略を用いることで控除率をさらに低くすることも可能である。ほとんどのカジノのゲームは長いスパンではカジノ側がプレイヤーよりも統計的に有利にできている。しかし、 ブラックジャックは、プレイヤー側の選択の幅が大きく、基本戦略として知られる、統計学的に最適な行動を取ることにより、カジノの優位を大いに縮小することができる。細かいルールの相違にもよるが、基本戦略に従った場合、カジノの控除率は0.0%から0.6%程度である。稀ではあるが、基本戦略のみでプレイした場合にも、 プレイヤー側が有利となるゲームが提供された例もある。以下の戦略表は、プレイヤーの手及びディーラーの表向きのカードに基づいて、プレイヤーの最適な行動を決定するものである。ただし、カジノのルールや使用するデッキの数などにより影響を受けるため、すべての場合で最適なわけではない。また、この基本戦略の期待値は、他のカードがすべて山に残っていることが前提であり、 例えばエースがすべて見えてしまっている状態で10点の手をダブルダウンすることは好ましくない。ただし、基本的な一デッキ、ラスベガスルールの場合である。S、スタンド、H、ヒット、D、ダブルダウン、SP、スプリット、SR、サレンダールールによっては7、7、7の21で配当が跳ね上がる場合があるため、ダブルダウンを狙う選択肢もある。 基本戦略は、デッキがすべて残っていることを前提としたものである。しかし、カウンティング対策をしないカジノでは配り終わったカードは、元に戻さずにディスカードトレイと呼ばれるトレイにそのまま置いておく。通常、シューと呼ばれる複数セットの塊を用い、この手順によって複数回のゲームを進行する。シャッフルしないカジノでは一つのシューにおける、ゲームのある時点で残っているカードには、ばらつきが生じる。 情報理論的表現をすれば、週は記憶のある情報源である。したがって、残りカードの組み合わせによって、プレイヤーが有利になっている状態が生じる。ここが、無記憶情報源であるサイコロを用いたクラップスや、ルーレット等のカードを用いない、カジノゲームとの大きな相違点である。残りデッキに、10点や A のカードが多く残っている。場合には、プレイヤー有利、4、5、 6等のカードが多く残っている場合には、ディーラー有利になることが多いことがシミュレーション及び、理論解析によって確かめられている。また、基礎戦略とは異なるプレイが最適となるケースが出てくる。説明のため、非常に人工的な2つの状況を述べる。例1、残りカードが全て8である場合プレイヤーは8が2枚配られた段階でスタンドする。 ディーラーにも蜂が2枚配られ、16となるが、ルールによってディーラーはヒットしなければならない。結果として、ディーラーには蜂が3枚配られバスとするので、プレイヤーは必ず勝つことになる。この場合には必ず勝つので掛け金をできるだけ大きくすることが最適となる。また、戦術上は基本戦略とは異なり、2枚の蜂をヒットせずにスタンドすることが最適な戦略となる。 a に、残りカードが全て6である場合ディーラーはルールによって必ず6が3枚の18となる。従ってプレイヤーは2枚の6に対してスタンドをすると必ず負けてしまう。そこで基本戦略とは異なりヒットをする。結果的にプレイヤーもディーラーも18となるので必ず引き分けとなる。従ってこの状況はプレイヤーにもディーラーにも有利ではない。ただし、 負けないためにはプレイヤーが12をヒットすることが戦略上必須となる。上記の2例のような非常に単純な状況であれば、プレイヤーが有利かどうかの判断、最適戦術の判断を即座に判断できる。しかし、より一般的な状況においては、まず配られたカードをすべて記憶することは非常に難しい。また仮に残りのカード状況を完璧に把握していたとしても、 プレイヤーが有利かどうか、どのような戦略を取るべきかを計算するためには、考えられるすべての場合について、確率を数え上げる必要が出てくるので、これを人間の頭で計算することは非常に難しい。このように、残りカードに応じて、プレイヤーの有利不利や最適な戦略を近似的に判断することが可能となる。これがカードカウンティングと呼ばれている手法である。 代表的なカウンティング手法である配慮をここに示す。まず、週の配り始めにおける、カウント値を例とする、カードが開かれていくのに合わせてというルールに従って、カウントを増減させていく。ここで、そのカウントがある、一定の式位を超えれば、プレイヤーに有利であると判断し、ベッドを増やし積極的なプレイを行い、逆に、ある式位以下であれば、プレイヤー不利判断し、 ベッドを減らし消極的なプレイを行う。また、戦略変更も、このカウント値に基づいて行う。ただし、同じカウント値であっても、残りのカード枚数が少ない方が、よりカードが偏っていると考えられるので、上述のカウント値を、残りのカードの枚数で割って正規化した、トゥルーカウントを用いることが行われる。このようなカウンティングを利用することで、総合的にプレイヤーが有利に戦える。 可能性が出てくる。カウンティングはあくまで近似的な手法であるため、厳密な計算を行った場合には、カウントが大幅にプラスになっていてもプレイヤーが不利な状況や、逆にカウントがマイナスでもプレイヤーが有利な状況もあり得る。例えば、上記例1では残りカードが全て8だということは、その時点でマイナス1と数えるカードもプラス1と数えるカードも出尽くしてしまっているわけであるから、 カウントの値も例に戻っている。従って、カウント力は、この状況は有利でも不利でもないと判断される。にもかかわらず実際には、圧倒的にプレイヤーが有利な状況となっているので、あるから、この場合、はい、ロカウントは、ご判断を行っているわけである。そこで、カウンティングの効率の指標として、厳密に有利な状況を、有利であると判定する確率が考えられる。 これがベッティングコリレーション、またはベッティングエフィシェニシーと呼ばれるものである。蒸気配路と同等レベルの複雑さを持つカウンティング手法においては、ベッティングコリレーションは90%以上の高い精度を示す。すなわち、プレイヤーの有利不利をかなりの高確率で判断する性能がある。一方、あるカウンティングが正しいプレーを指摘する確率は、プレイイングコリレーション、または プレイングエフィシェンシーと呼ばれるプレイイングコリレーションは通常あまり高くなく70%程度が限界値であるとされている。ただし、これらの指標はあるカウンティング手法の性能の目安であり、どの程度プレイヤーが有利になるかは等によって変わってくる。これを判断するためのデータ集やシミュレーションソフト等は専門ショップ等で購入することができる。一般的に 複雑な手法はより一層の効率の上昇が期待できるが記憶力や疲労とのトレードオフとなる。そのため、カウンティング手法にも難易度や着目すべき点によっていくつかの種類がある。廃炉と同程度の複雑さの手法の代表的なのものは、コトゥルーカウントへの変更という操作を必要としない、手法ハイオプト、アイメインとなるカウントの他に A の枚数を別にカウントすることにより、 ベッティングコリレーションの向上を狙った手法である。また、カウントを行うときに、カードの種類によってその重みを変更することによる、性能向上を狙った手法にオメガ2、ゼンなどがある。これらの戦略は、書籍やウェブサイト等で有料もしくは無料で配布されており、またブラックジャックフォーラムのような、戦略研究専門雑誌も発刊されている。 なお、一時期はポケコンを用いたカウンティングをする者も,もおり、すべての出現カードに対して正確にカウントでき、その後の期待値の計算なども正確に行えるため、積んだ状況以外では理想的なプレイを行える。もちろん、現在このような機器の持ち込みを許可するようなハウスは存在しない。有名なエドワードソープ博士のビートザディーラーによってカウンティングの有効性が 一般大衆に知られるようになって以来、カウンティングで収入を得ることを制御とするカードカウンターが非常に多く出現した。日系アメリカ人のケンユーストンも偉大なカードプレイヤーの一人に数えられている。また、1970年代から20世紀の終わりにかけてカードカウンティングの研究も非常に盛んに行われた。このため、カジノはカードカウンターを排除すべく様々な対抗策を 取ってきたまず法律的には世界中のほとんどの地域でカウンティングを行うことを直接禁止する法律はなく直接禁止することは不可能であり各ケースでの判決判例になるラスベガスのあるネバダ州ではカジノは指摘設備であるので任意の第三者の入場を拒否することができるという判断によってカードカウンターをイカ様として排除している残りカードを 十分残してシャッフルすれば、カウンティングの収益は激減するので、これを常時励行したり、カードカウンターらしき人物がプレイしている場合に、特別に行ったりするという策もある。さらに、21世紀に入り、カードカウンターを発見することは、ピットボスの観察という人間的な手法に頼っていたものを、機械的に、プレイヤーのベッドの上げ下げやプレイの変更を記録することにより、 酔っ払ったふりをしていい加減なプレイをするといったカモフラージュをしている場合やカードカウンターが負けている場合でもそのプレイヤーのカードカウンティングの技術レベルを正しく判定する装置が導入されるようになり広角プレイを行うカードカウンターが収益を上げることのできる機会は大幅に減ってきたまた生体認証を用いて脅威となるプレイヤーを同定するシステムも 主に高額の賭けが行われるところでは導入が進んでいる。さらに連続シャッフルマシンの導入も世界各国のカジノで進められてきている。連続シャッフルが行われた場合はカードカウンティングの効果は全くなくなる。また連続シャッフルが行われるゲームはカードの流れを読んでプレイをしたいプレイヤーやディーラーの運を読んでプレイをしたいプレイヤーも敬遠するようになる。また 単純に控除率を上げることでの対処として、イーブンをプレイヤーの負けとして扱うハウスもある。他には、ベッド可能額の幅を小さくすることで、プレイヤーに有利なゲームで特別に厚く貼ることを防止できる。中には、最小額イコール上限額といったハウスもある。このように、カウンティングによって、プレイヤーがカジノに対して数学的に有利にプレイすることができる可能性があり、 またカウンティングを行わなくても基本戦略に従ってプレイするという努力を行ってプレイした場合の控除率がカジノで提供されるゲームの中では非常に低いという稽古なゲームであったブラックジャックも大幅なルール変更によりその魅力は失われつつありまた人気も徐々に低くなりつつあるのが現状である映画漫画ありがとうございます